にちは。すいません、どうも。雨の中、すみません。次のボードだけ行ってやるな。え？あはそうです。すみません。花があるな。ありがとうございます。元カード一心。どうぞ。その100は。こんばんは。あはそう。本当にあの雨の中、出にくいところですね。このように足を運んでいただきましてありがとうございます。特にあのご案内してた時に何やと、お盆の時間やないかと、もうちょっと違う時間にせえというようなお話もいただいておったんですが、あのこうやってご参加いただいたことで、先般の5月24日に私仕事で恐縮ですが、あの40歳 の, あの誕生日を迎えまして、32歳で、この草津から衆議院議員に送っていただいたんですが、丸8年仕事をさせて、その緊張感を持ってですね、震災も起こりましたし、また日本のいろんな課題もありますので、しっかりとあの仕事をしていきたいというふうに考えております。今日はあの約1時間と短い時間ですけど、私が日頃国会でどんなことをしとるのかと、またあのどんなことを考えとるのかということをですね、ご確認をいただいて、またあの今後の ご指導につなげていただければな、この紙の方をご覧いただければと思うんですけど、私は今この本会議場をですね、よくテレビでご覧になると思うんですけど、この右上の方に赤で、三日月大蔵と書いてある席に座らせていただいています。で、私のすぐ後ろに田中真紀子さんがいらまして、大変あの緊張する席ですし、私 の隣の隣左側にあの川端達夫さんが座られてますし、本来は私ここに座ってる、年齢や当選回数じゃないんです。これあのご存知だと思うんですけど、ずっと下の方から当選回数1回、2回、3回とずっと順番に座っていきます。で、同じ当選回数だと年齢の高い人ほど後ろに行きます。じゃあ私がなんでこんなとこ座ってるかというと、あの私の後ろ、田中真紀子さんの左側に安住淳さんという方が座られていると思うんですけど、あの国会対策の委員長をされておりまして、今私はその国会対策の仕事を彼の下でしている関係でですね、こういうちょっと自分よりも部の上のところに座らせていただいております。で、明日も一枚目、またこの震災に関する特別委員会が朝9時から行われますので、今夜最終の新幹線で上京します。明後日はまたその震災に関する特別委員会がまたテレビ中継入りで、行われますので、これは原発問題を集中して行うということで行われますので、その審議に参加をさせていただきます。またあの今後はですね、テレビでちらちらとご覧いただけるようなこともあるかもしれませんので、しっかり頑張っていきたいと思います。で、今申し上げたように、私の今一番の仕事は、こうやって国会を動かしていくことなんですけど、何のために国会を動かすかと言いますと、このやっぱり震災に対応していくためです。例えばもう細かい話で恐縮なんですけど、今見ていただいた、議案審議表のですね、一番下ご覧いただければ字がちっちゃくて、産業省にお願いをして、資源エネルギー庁にお願いをして、とにかく被災地にガソリンを送れということで、全国のタンクローリー車とタンカーが被災地に向かいました。ところがタンカーは港が壊れていて入れませんでした。タンカーがなんとか港に入ったんですけど、今度はタンクローリー車が壊れていて、土地の中に、陸上の中に入れませんでした。後で遅れてタンクローリーが来て、なんとか船からタンクローリーに入れたんですけど、今度はこのガソリンのタンクローリーから直接あれ車には入れられないんですよね。一回その小分けをして、例えばガソリンスタンドに入れる、ミニローリー車というのに入れるという段階を経ないといけないんですけど、被災地では全部そのガソリンスタンドもミニローリー車も壊れてしまっていて、なかなかその末端の皆さんのところまでガソリンが行き渡らないということがありました。したがって、その当初はですね、タンクローリーごと行ったってあんまり役に立たないんだから、ドラム缶を、全国からドラム缶を集めて被災地に運ぼうと、ドラム缶から車やったら
ドラム缶からトラックやったら何とかいけるんちゃうかということでやったんですけど、そのドラム缶からガソリンを入れようと思ったら、ドラム缶を置いとこうと思ったら、危険物取扱主任者っていうのがこれまた管理をしなければならないということになりまして、消防団の方も流されていたり被災をされていたりした関係で、なかなかその手配ができませんでした。最終的にどうしたかというと、自衛隊の皆さんにドラム缶を運んでもらって管理をしてもらいながら、仮設のガソリンスタンドをやったということもあります。もう一つ私が担当してますのは、仮設住宅をこう何とか作らなあかんということで、今福島と宮城と岩手で5万2000仮設住宅を建てなあかん。今避難されている方は10万8000人なんですけど、まあなんとか別の家に住むわ、なんとか他のところに住むわということで、仮設住宅として必要なのは5万2000戸必要なんです。ところが今おととい金曜日現在で建てられているのが1万8000戸なんです。なんとかこの仮設住宅をですね、急いで建てなあかんという仕事を今やらせてもらっています。なんで建てへんねんと、なんでもっと早く建てへんねんということでお思いの方多いと思うんですけど、まず土地がない。三陸海岸非常に狭いところで流されましたんで土地がないということと、あとは資材がなかったことと、働く人が足りなかったこと。今はもう資材も働く人も足りて急ピッチで建設が進んでるんですけども、今さらに問題になっていることは雨が降ることと余震があることなんです。急に造成したところでこの仮設住宅を建ててますんで、余震があると地割れをしたり、せっかくグラウンドにこう土を上げて建ててるんですけれども流されてしまったりということもあってですね、なかなかこれ困難な作業なんですけれども、今現場の皆さんに頑張っていただいて、この仮設住宅を県内石垣に入ってくるということで皆さんということ。その前にもったいない言うて石垣のダムを止められる、その考えは今どうなってますか。いや、加賀知事のことですし、滋賀県政のことですから、私、すべて詳細に把握しているわけじゃないんですけれども、おっしゃったように、福井に原発があって、20キロ圏内に滋賀県も入ります。したがって、放射線量が絶えずどういう状態になるのかっていうことを置いて、常設の線量計を置いて、把握したいとおっしゃっています。ただ一方で原発に頼れないのであれば水力発電でなんとかなるんちゃうかというお考えもあるんですけれども、大渡川ダムについてはおっしゃった、多分大渡川のこともおっしゃってるんだと思うんですけど、大渡川ダムについては建設再開というような方針は今は出されておりません。ですから今後はこれ皆さんとも議論しなければならないんですけど、原発に頼れないのであれば、原発を止めるのであれば、その分必要なエネルギーをどこで調達するのかということは、これもう早急に計画を立てないと、例えば水力の、この水力を作るダムなのか、または先ほど紹介した太陽光なのか、これまだまだ規模が小さいですので、そんなにすぐに何百万キロワットとは生み出せませんので、やっぱそういうことにこれから見直していかなければならない。マスター原理っていうふうなところの疑問というかあるんですけども、はい、いわゆる政治の世界の中で、その石油が関連のか関連のか、僕は質問されているけども、はい、その辺はどうなんですか。これ大事なご質問で、義援金はですね、今は3ルートで行ってます。一つは赤十字、もう一つは共同募金、もう一つは自治体経由です。でこの自治体経由っていうところに日本全国からいろいろとこのお金を集めてくれはったりしたところに行ってるんです。赤十字と共同募金と自治体で、この自治体から例えば福島県は福島県の県民に、宮城県は宮城県の県民にその集まった義援金を配るんですけど、なんで行かへんのかっていうと被害の状況がわからないからなんです。
けど、何歩かでも透明の生活するどうのこうのっていう感じの欲しかったわけです。そうなんです、何歩でもいいわけです。だから仮払いをやったんです。あのまずちょっとの金額の当座のお金の仮払いをやろうということで、それを5月の連休明けにやりました、仮払い。ところが今度は仮払いをもらいに行く、例えば車がないとか口座がないとかいうことになってしまって、あの来てくれた封書には配ってるんですよ。ところがまだまだその皆さんに行き渡ってないんです、あの仮払いもらえるんですよっていう案内をしても、なかなかその仮払いをもらいに行けない。その例えば理財証明がないとか、その口座がないとかっていうことで、ただそれもいろんなその特例を出して何とかお配りできるようにしようと。資格締めすぎるわな。そうなんです、資格締めすぎることと、福島なんかは特にこれ役場ごとこの避難してはって、で住んでる人はもっと違う、例えば山梨だとかそういったところにあの放射能の関係で避難してはると、じゃあどこ行ったらその仮払いがもらえんねんということすらご案内ができてなかったりしまして、これはあの今急ピッチで、あのまず仮払いだけでも受け取ってくれと、当座の生活費だけでももらってくれという、これからちょっと最終の列車で上京いたしますので、今日こうやってお集まりいただいたことに感謝申し上げて、あのさらに頑張ることをお誓い申し上げて、あのご挨拶に返させていただきます。今日はどうもありがとうございました。